こんばんは。こんばんは。今日は8月2日木曜日。はい。はい。もう8月に入っちゃいましたね。あっちっすよ。はい。今夜もルトナイト日本。あ、第、はい、何回？20？やばい。何回ですかね。ちょっとぼやっとしてた。23回ぐらいです。ぐらいです。今日もゆうとさんとしおりんでお届けします。はい、はい、ゆるくやっていきましょう、ね、暑い、暑すぎるから。暑いよ、困る。暑いとかけまして、暑いとかけまして、自動販売機と解きます。お、その心は噛んでるからということで。イエーイ。噛んでるから、噛んでるから。すごい、さすが謎かけブルース。なんやかんや言うとりますけれども ね、はい、もう夏休みですよ。夏休みですね、世間は、うん、世間は夏休みと言ったらね、夏の思い出はいっぱいありますね。でも夏の思い出いっぱいある。はい、全然私も本当記憶が全くなくなってきちゃったんだけど。あら、全然覚えてない夏休みの思い出。夏でもまあこっち出てきてからなんですけど、はいはいはい、阿佐ヶ谷来る直前とかは神奈川で結構車持ってる友達とか多くて、うん、階段好きじゃないですか、怖い話とか好きじゃないですか。はいはいはい、神奈川の心霊スポットとかよく行きましたね。いや、だなんか昔よくやってましたよね、階段のあのテレビ。最近減りましたよね。ね、そう、うん、心霊写真とかさ、なんか動画とかね。そう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 、やってた。あ、そう、あの好きだったけどな。なんかあります。はい、夏 の、 その怖い体験ですか。いや、そんな心霊スポットとか行ったら絶対、ですね、厚木に、うん、神奈川県厚木市、うん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 、今とある軽病院っていう、まあ、うん、イニシャルにしますけれども、うんうん、肺病院があったんです。ねえ、怖、厚木のね、そこ出るよっつって、じゃあ行こうぜって言って、男3人ぐらいいたんですよ。うん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 。で、なんかその4階ぐらいまで登っていって、よく行けるね、すごい。ほんと夜中1時2時ぐらいに行って、多分ダメなんですよね、でも不法侵入みたいになるっすね。まあね、そう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 、わかんないですけど、まあ、ね、まあまあまあ、まあ、うん、まあそうで行って、なんかもう4階だけなんか怖かったんですよ。3階ぐらいまで普通に、まあ肺病院というか廃墟みたいな感じになってる。大きい病院なの？結構大きめの病院で、でこう踊り場でこう、うんうん、ね、そうだね、4階の方に登っていって、うん、4階到達したぐらいで、うん、もう一人当時、まあ、バンドやってた頃だったんですけど、よく一緒に対バンしてたバンド、仲良かったバンドのギタリストとかと一緒に行ってたんですけど、うんうん、もうみんななんか、あ、4階怖いみたいになって、うん、はぁ、あ、つって、うん、でもやっぱ怖いよねって言って、うん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 、もう帰ろうぜみたいになった時に、うんうん、なんかもう白い霧みたいなのがファッて見えたような気がしたんですよ。はい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 。で、はぁ、あ、って俺、わ、う、ぁ、ん、って言っちゃって、それでみんな、はぁってなって、いやぁ、でも降り降りよーつって階段の方向かって、4階から降りようとしたら、うんうん、ファッて、もう、それみんな見えたの、白い霧みたいなのが。自分らの真横ぐらいから来て。それで、もう、転んだんですよ。階段の一歩目で、うん、うわーって踊り場まで3人とも転げ落ちて、じゃあもう出よう、もう出よう、うんうんうん、つって立ち上がるじゃないですか、うんうん、びっくりします。 3.5 階にいるじゃないですか、踊り場だから。そうだよね、4階にまだいいんですよ、うん、転んで落ちたのに立ち上がったら、その到達の踊り場は、うん、下に見えるわけ、下に見えてるわけ。はぁーっつって、怖っ、謎の体験でした。謎、あれは3人とも間違いなく4階から踊り場の方に向かってこけたんですけど、立ち上がったらまた4階にいました。思い出しちゃった。怖いし、ちょっとなんか不思議な、そう、私も絶対元気かなあいつら。
男を3人で男3人でよく行けるな心霊スポットとね、階段ナイトやりたいっすね。うん、階段だけに。あれストーリーテラーやりたい人集まってないなあのマーブルドームのマスターとかが、あ、そっか、はい、いっぱいネタを提供するとおっしゃってました。そうね、ぜひぜひ。はい、私ないからな。夏なんだろうな、だいたい田舎にいた頃はもう、うん、本当なんていうんですか、そういうレジャー施設みたいなのもないところなので、うん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 、もう釣り行ったりとか、もう自然キャンプとか釣りとか、うん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 、そういうことぐらいしか地元ではしたことないですけどね。こんな暑くなかったよね。こんな暑くなかった。しかもね、夏休みの宿題とかね、最後にやるタイプですね。タイプ、はい、私も最後にやるタイプじゃあ最初は張り切るんだよね。最初は張り切ります。あのあれとかさ、字とかも丁寧にそうそうそう、はい、絵日記とかさ、はい、あのグラフあるじゃん、グラフ、円グラフみたいなやつでさ、はい、あの睡眠生活のね、そうそう、生活のグラフを最初に決めてやるんだけど、 あれやるの、作るのはすごい好きなんだけど、ああいうのは好きでしたね。大体全て続かない。え、自由研究とかありました？自由研究とかあった、うん、どういうのやりました？自由研究、私なんか作工作的なもの昔好きだった。工作紙でなんかミニ自動販売機とか作ったり。ああ、はい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 、そういう感じ。うーん、調べ物とかはあんましてない、うん、ああいうのもね、その始業式終わってその発表会みたいな、工作とか自由研究、なんか覚えてるのあります？やったやつ。これはでも近くのなん建築会社から、はいはいはい、まあ、いらない角材とか木をもらって、うんうんうん、まあ親父も手伝ってくれたんですけど、うんうん、将棋盤と将棋の駒をこう、まあ、うん、作って横切りで切って作って、で、うん、将棋盤が一番覚えてるかな。うんうんうん、なんだろう、もっとやったはずなんだけどね。もっとやったはずなんですけどねだって毎年やってんだもんね。はい、全然覚えてない。絵とか描きましたかね。なんかその、うんうん、町でまあ、うん、うん、なんていうんですか、漁業の町なので、うんうん、そのそういうコンクールの何部門かあるんですよね、うんうん、港のじゃ漁船を水彩で描くとか、あとはもう景色だけの防波堤とか海とかだけを描くとか、そういう部門部門のがあって、それを描いてもいいよみたいなのもあったので、工作として、でそれをじゃあ出品しましょうみたいな。確かにね、絵もある、絵も描いたな。調べ物でもいいし、うんうん、何でもいい、本当自由だからね。自由研究、今もあるのかな、自由研究あるんじゃないですかね。自由研究難しいよな。今じゃあさ、自由に、はい、なんか1ヶ月ぐらいで、はい、やって完成させてお披露目会みたいなの面白そうっすけど ね今やれって言われたら何やります？今やれって言われたら、はい、あ、けどやるとしたらやっぱなんか作る絵じゃなくて、なんか工作的なことかな。かどういう系の。この間やっぱまさくん、あの、グラフィティとかね、あ、裏ルートナイトニッポンの、裏ルートナイトニッポンの、はい、この間ダマ阿佐ヶ谷男女ありましたけど、はい、あのグラフィティも好きなんですけど私、はい、見るのはね、はい、で切り絵っていうか貼り絵でやってるじゃないですか、はい、私3歳ぐらいからずっと切り絵やってたから、へなんかその話、そっか、グラフィティの切り絵ってすごいな、面白いなって、コラージュ的なやつも面白いなって思ってて、うんうんうん、で昔からちょっと作りたかったやつ、あ、ちょっと作ろうかなって、ちょっといい刺激になったのがあって、まあ、はい、そういうのやりたいなとかって思ったりしましたね。いいですね、いいですね。
そうそう、なんかやりたい、なんだろうな、言われたら1ヶ月ぐらいで、1ヶ月ぐらいで、なんだろうな、うん、なんだろうな何でもいいってボンって渡されるもんね。ねえ、うん、困るよね。ちょっとそう、僕なんかバンドやってた頃の曲は結構あるんですけど、うんうんうん、自分で弾き語りしろって言われたらあんまりないんですよね。うん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 、だからちょっとアコースティック一本でやれる、作っちゃう曲を量産したい。量産する、量産したいです、ね、溢れるがままに、溢れるがままに量産まあどこで発表するわけでもないいや、みんなの自由研究発表会、はい、ふざけた歌から泣かせる歌までとかやってみたいですけどね。あー、歌ね、すごいね。言葉がまずね、私ほんと出てこないからな。そんなことないじゃないですか。いや、ほんとにやっぱ、はい、今思えばお父さんとかお母さんとかが、はい、ちゃんと勉強しろって言ってたのが、はい、本当に勉強はした方がいいなって思います。思います。言葉とかさ、うんうんうん、まあ本読むのもそうだけど、ね、そう、数学もそうだろうけどさ、うん、もうやっぱこの年になってって思うもん。まあ今からでも遅くない。まあね、もう一生勉強ですから、うん、はい、そう、だから今キッズたち、はい、まだいっか、何月、9月1日始業式って、違うか、8月後半ですよね。20何日ぐらいになんか出る日があって、うちのとこはそうだった、確かね、ね、そうですよね、うん、20日まだちょっと遊びほうけてる。まあ遊べるときは遊んで、そう、そう、遊んでね、大人の自由研究。怖い話を集めて CD とか作りたいななんか怖い BGM とか流して、あ、ちゃんと作り込みたいね、怖いやつ、作り込みたいです、うん、稲川淳二さんみたいな、喋、うんうん、り方とかさ、喋り方とか速さ、テンポ、はい、言葉選びと効果音とか、効果音とかさやりたいな。ちょっとだけどやりましょう。え、次やっちゃいます。あ、怪談ナイトは、そっか、じゃあ次やりましょうか。もうやっちゃいましょう、来週、うん、怪談ナイトやっちゃいます。わかりました、わかりました、うん、何かあのね、ストーリーテラー、はい、我こそはっていうのは、うん、方がいらっしゃいましたら、はい、ぜひぜひお問い合わせください、お問い合わせください出演お願いします。はい、そうで、まあ、怪談ナイトもやりたいし、明日からは、明日からは、阿佐ヶ谷は七夕祭りですから。七夕だ、そうです、1年が早い、はい、木金土日、ハリボテがいっぱいね、そう、並んで、あれにですよね、雰囲気が、うん、なんかみんな商店街の人とかも頑張って作ってます。そうです、あと、あとイベントごとといえばイベントごとといえば、まあ、だけどあっちゅうまだなんだから、七夕終わったらジャズフェスティバル、ジャズストリートもあったりとか、ね、まあ、控えてますね、うん、ルート音楽祭みたいな、なんか、ね、ここの中であ、8月11日にあの漫才ブルース、そうだ、太郎ちゃんの誕生会という名目で、はい、ルート45で8月11日土曜日9時ぐらいから、いろいろ21時ぐらいから漫才あり、うん、ラジオあり、ドドイツ怪文謎かけあり、あり、あるのか何があるのかは分かりませんが、うん、そちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。そろそろ時間ですか。はい、あっちゅう間だな、うんうん、いや本当にね、暑い暑い、暑さに負けず頑張りましょう。来週は怪談やりますよ。はい、やります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また来週、また来週、バイバーイ、バイバイ。